地球と同じ時に生まれ、その長い歴史の裏で地球を狙う悪と戦ってきた光の戦士エルドラン。傷ついたエルドランは、地球の子供たちにロボットを託し、平和を守ってくれと使命を与えるのだった。学校が秘密基地になった絶対無敵雷神王。一つの街が秘密基地になり、正体を明かせぬヒーローが戦う元気爆発ガンバルガー。学校そのものが巨大ロボットに変形する熱血最強ゴーザウラー。テレビアニメ3作品のエルドランシリーズに胸が躍った子供時代。今回紹介するキャラは敵なのに正義の味方。絶対無敵雷神王に登場した邪悪獣おせっかいザーだぜ。エルドランから使命を託された日登り小5年3組の子供たちは地球防衛組として地球を狙う5次元人と戦うことになる。人の迷惑という言葉に反応して生まれる邪悪獣はどれも個性的だが、その中でもひときわ異彩を放っていたのが、おせっかいザーだぜ。良かれと思った行動で、小さい子供を泣かせてしまった地球防衛組の時へ。子供が言った、おせっかいな正義の味方なんて迷惑の言葉にアークダーマが反応して生まれたおせっかいザー。正義の味方として困った人を助けるんだが、逆に被害が広まってしまう困り者だったんだ。だがそんなおせっかいザーは子供たちに大人気で雷神王と戦うことになるんだ。常に笑っていておちゃらけていて、そんなおせっかいザーのふざけた行動に圧倒される地球防衛組だが、正直ラストは感動しちゃったんだぜ。消えるその瞬間まで正義のヒーローだったおせっかいザーに地球防衛組は何を思ったんだろうか。おせっかいザー、ありがとうおせっかいザー。最後までご視聴ありがとうございました。